こんにちは、マッスルグリルです。今日はですね、大人気 YouTuber、シャイニーヤドリさんが考案した、沼始まった、ちょっとそこに、インスピレーションをですねいただいてですね、川沼じゃなくて川なんですか。作りたいと思います。あの料理の素晴らしいところというのは、はい、まあ、PFC バランスがそこそこもういい状態になっていて、そうですね、まあ、1日これを食えばコンディションのコントロールがやりやすいというところで、はい、で2000キロカロリーぐらいのイメージで2000キロカロリー、はい、やっていきたいと思います、はい、まずね、はい、今日あの肉はね、もう本当はこれよりちょっと多いんですけど、ちょっと、はい、あのいろいろあってですね、あの肉なかったのでもう半分ぐらいあると思う、あの鑑定してください。あ、そうですか、はい、これちなみにでも結構多いですよね。まあ 400g ぐらい、まあ、350とか400とか、ね、1枚ね、はい、で、おもむろにって、あ、これおもむろにってシャイニー今日肉団子にするんですか。肉団子なんだ、こっちに入れちゃうことによって鰹節とかってあの結構あの取り除かなきゃいけないじゃないですか。肉と一緒にまとめちゃうことによって出汁は出るんだけど崩れないから口に嫌な残る感じもないよっていうんですね。で、今日ちょっとあの味付けに山椒、ピーク、山椒、はい、やっぱ俺クローブ入れた方がいいと思う。あ、まあ、これはちょっとお好みって感じですよね。そうだね、はい、この2つを入れることによってうまみ、あ、香り、辛み、はい、で結構これだけであのカロリーそんなない割には満足度が増すと、はい、で下味の塩も入れちゃいます。あ、塩も入れちゃう、うん、こっちの準備は完了ですね。ここからは、乾物やらないやらで美味しくしていくんですけど、これ5キロ対応のやつなんですよ。あ、スケール？そうそうそう、はいはいはい、皮のせても測れちゃう、はい、あ、オートミールなんですね今日。そう、180、はい、玉ねぎね、玉ねぎ、これ最近めちゃくちゃ推してる乾燥玉ねぎ、はい、普通の玉ねぎ入れるよりね、辛みが抜けてる分甘みが強い感じがします。はい、減量中ってさ、美味しくないもの食べなきゃいけないみたいなイメージを払拭するためになるべくバラエティーに富んだ味にしたい、はい。でこれはね、椎茸でいいと思うんですけど、はい、ファミリーからもらって割と余ってたんで、はい、やっぱキノコはいいっすね。キノコいいよね、はい、でカロリーって言ったらもうほぼないからね、はい、昆布ちゃん、昆布で、味噌、これもファミリーからもらったやつですあ、いいっすね、味噌ベースなんだ今回は。でもね、このね、角球、八丁味噌、八丁味噌、これやっぱ結構味噌で味決まっちゃうから、こういうのって。そうっすか、これはやっぱ特別だよ。いい味噌がいいっすか。いい味噌がいいよ、はい、これは黒いけどさ、赤いのもまた赤いので味違うし。確かに確かに、あの、まあ、白味噌、赤味噌ありますからね。そう、普通の茶色い味噌もさ、味違うじゃん。はい、自分の好きな味噌を使ってほしいね。俺はね、結構黒いのにやっぱり一番ハマってる今。黒い味噌うまいよ。うまいんだ、うん、で割と溶くのがめんどくさいんで。あ、もうこんじりじゃんだ、水を入れちゃった方が早く溶けるっていう。おー、シャーリー。いや、これどこの皮っすか。こんな汚い皮ないでしょ。皮どこの皮っすかこれ。怒られますってそんな汚くねえから。ここに肉を入れていきます。そんなね、難しくないんですよこの料理は。あっという間っすもんね。あっという間ですね。ここに出汁が入ってるから、はい、結局鶏もタンパク質で出汁でしょ。はい、で、鰹節で、辛み、香り、うん、この爆弾が結構この料理の肝になってますよ。はい、シュールな映像ですね、なんか片手で作ってる。なんか1個しかないと思ってる。あ、もう1個ありました。んだよ、あるじゃん倍のスピードになりますね、これで。倍ですよ、はい、ここよもちゃんと倍になるんだけどやっぱその減量中何が大変かっつったら、自炊しなきゃ絶対にこうカロリー計算って難しいと思うんですよ。はい、その自炊が結構大変って人いるんで、はい、あの、まあ沼が流行った理由はそこなのかなっていう。まあそうですね、自炊し、ほぼこれ自炊とはいえさ、はい、なんかあんま手かけないじゃん、うんうん、で腹減ればといったらね、満足感もあると。はい、だから飽きずにできる人が向いてくるのかなっていう。そうですね。じゃあこれでもうあといいです。ちょっと少ないからもうちょい水入れとこうかな。戻ると結構ドロドロするんですよ。かなり膨らみますもんね。超プロテインみたいな、ちょっと本当だね。はい、よし、これでもう本当待つだけ。はい、クソ便利。はい、誰でも痩せる間違いない、間違えずに。はい、じゃあ皮ね、はい、いい
い感じじゃないですかね。うわ、めっちゃいい感じですね、結構これちゃんと粘りも出てカレーみたい。そうだね、確かに、はい、ちゃんと出汁出てるはずだから、はい、うわ、すげえ色だ。全然皮じゃないの、これ何なのこれ全然皮じゃないですよ、小川小川ほとはい、いただきます。うまい、うまい、うまい、めちゃくちゃうまいね。うん、毎回思うよ、うまいんだこれ。うまい、うまい、うまい、うん、うまっ。まあこれ味噌の味噌の勝ちだな。うん、ただね、鶏食べてみて。はい、うん、あ、待って、うまっ、いろいろ入れたから、うん、うまい。山椒がね、うん、山椒だ、うん、山椒はこれ絶対あった方がいいな、うん、スパイスボックスのやつを、はいはいはい、あの使ってるから、あ、はいはい、香りが全然違う、うん、マイタケもうめえな、コリッとして、うん、マイタケ入ってんだ、高級だなこれ。あ、これ椎茸とかね、乾物キノコ入れたら絶対うまいですね。うまいよ、うん、これなら全然楽しみ、うん、コーンフレーク食うならこれ食った方がいい、落ち着くね、あったかいとね、うんうん、いや、うまっ、うめえ、うん、土砂崩れですけどねこの見た目が皮っていうか、うん、やっぱ乾物ってすごいね、うん、旨味が濃いね、うん、あ、これも油なし、そうだね、うん、これ油なくてもいいわ、うん、かなりヘルシー、これは分かんない、油がなくても、うん、味噌のわずかな脂質がなんかいいのかな、うん、味噌すげえわ、味噌と山椒の相性いいわ、オートミールと味噌相性いいね、米より相性いいかもしれない、うん、味噌はオートミールの方がいいかも。あ、でも米でもちょっとやりたいな、これもち麦とかでやりたいです。あ、もち麦だったらいいかもしれない、うん、うまい、めっちゃうまいね、これこれはいいっすね、うん、これちょっと定番化するんじゃないですか。わかめが俺苦手な人多いじゃん。確かに、あのそういう場合は乾物の玉ねぎとニンニクを使うといいです。はいはいはい、うん、それ代用、代用じゃないけど全然違う、うん、全く近くなるんで。だから沼もわかめ苦手な人はあの乾燥オニオンでおすすめです。うまい、ほんとおいしいわ。まあ痩せちゃうよね痩せちゃうと思います。困った、困ったこと、困ったことね、はい、いや、いいっすね、これから暑くなるけど、うん、冷房とかでね、うん、寒くなるかもしれないし、こういうの一回食べると安心するわ。しますね、うん、ほんとおいしい。じゃあ皆さんもね、まあ、いろんなダイエット方法があると思うんですけど、はい、とにかくおいしいことが前提、おいしくて続けられることを前提で、じゃあ何食べようなんで、はい、まあ、それを崩さないスタンスで、やっていきたいと思いますので、はい、また見てください。お願いします。皮、これ皮やってみー